Code for Japan Summit にご参加いただきありがとうございます。セッション開始前に Code for Japan のイベントにおける Code of Conduct、行動規約、プライバシーポリシー、そしてご参加いただく皆様へのお願いをご案内させていただきます。Code for Japan Summit は、セッション登壇者、運営スタッフ、そしてご参加いただいている皆さんと共に作るイベントです。お互いに敬意を持って価値観を認め合いながら、建設的に意見を交わせる場となるよう、それぞれが文化的および個人的なバックグラウンドがあることを理解するよう努めましょう。オンライン開催でトラック数も多いため、スタッフが気づけないこともあります。サミット中に気になること、心地よく参加できないと感じることが起きた場合、どんなに些細なことでもサミット運営スタッフ、あるいは担当者にメールやスラックでお声掛けください。シビックテックを知り、考え、行動の一歩となるサミットになるよう運営いたします。共に考え、共に作る、サミット作りにご協力をお願いいたします。続いて、サミットにご協力いただいている皆様と、主催・共催のご紹介です。特別協賛の奥田様、共賛の UD トーク様、インフォラウンジ様、グラファー様、ストロリー様、自動処理様、官民競争ハブ様、協力のリモ様、インティラック様、アーバンデータチャレンジ様にご協力いただいております。皆様、ありがとうございます。主催は Code for Japan、共催は東北エリアの Code for Brigade 6団体で行っております。YouTube 詳細欄に各種 URL、アンケートを記載しております。運営スタッフの今後の励みにもなりますので、アンケートをご記入のほどよろしくお願いいたします。それでは、サミットをお楽しみください。遊ぶ。プレゼンするなら私、ウェブライター、ヨルドキコと言います。で、一番の地盤、この人工海域、長さ4320メートル、これ世界で第2位です。ちなみに1位は、モンテカルロ。で、ここはアーバンビーチです。まず都心から近い、海を8時に出発したとして、東京駅までたったの52分です。で、また公園がでかい。どのくらいでかいか。東京23区で一番でかい水元公園、これが93万6900平方メートル。たくさんのビッグゲートができるということなんですね。で、まず日本最大、4大最大ロックフェス、じゃーん、レトロエアレース。初めてではゲームショーやコンテンツ系のイベントが開催されます。グレーの伝説的20万人コンサート、一つの街ができるくらいの20万人コンサート、これは千葉の幕張メッセの駐車場で来ました。続いては生駒市の皆さんです、はい、私たちは公開されているデータに基づいて生駒の魅力を調べました。まず生駒市は人口は一番少ないですが、15歳未満の子どもの割合は今年中ナンバーワンでした。子どもが多い、もうそれだけで輝いてるよね。そして自然に囲まれた生駒市は今年で一番空気がきれいということも分かりました。生駒山のおかげかな。いつも元気、もうこれは輝けるよね。文部科学省による学力テストはほぼ全ての学年教科で全国平均を上回り、生駒 is the town where we can build up our global mind。 生駒市は子育て世代に選ばれる町である。北海道開拓シンボルの星に乗せ、行、超、量、量、量の5つの用としてお伝えしていきます。こちらは年間の25度以上の日数を比較したグラフです。ロランは23日しかなく圧倒的な水差です。さらに水差知恵も豊富です。特にカレイの種類は日本でも有数です。カレイの種類は Yes、 ソウハチがらいい、ババがらいい、黒がれ、曲がれ、赤がれ、いい、つながれ、しがれ、よー、マクドカレー、イエーイ。
しめるスポットも2つあります。次に医療無料です。住みたい町の条件の一つとして医療・福祉施設の充実は重要ですよね。室蘭市は1人当たりの病院数はこの都市の中で第3位。さらに保育所の数は他を大きく引き離しての2位です。このように万が一の時でも大丈夫、健康のサポートは室蘭に任され。それでは浜松市の皆様お願いいたします。浜松人の精神、気質には山形精神というものがあります。日本で一番温暖な町だからこそ、山形精神が浜松人の心に宿ります。また日照時間が長いことから太陽光発電導入率も1位です。また浜松の名物うなぎと餃子はパワーの源。浜松はものづくり山形精神ということで、浜松からは自動車、バイク、ピアノ、光産業など山形精神を象徴するものが一つに浜松祭りがあります。おいしくて元気が出る食べ物を食べ、山形精神でチャレンジをして、孤立しないでつながりのある生活ができるからです。浜松市に住めば豊かな自然、恵まれた環境に囲まれながら人とのつながりがある中、山形精神で人生を謳歌することができます。春日井市、それでは参りましょう。シビックパワーバトル、ゴー。あれから7年後、名古屋空港だけど春日井にあるのよね。セントレアと使い分けていろいろ行ったな。テーマパークにも行ったわね。東にあるやつ、西のやつにも行ったわ。愛知県外にも行きやすいのよね。茶臼山、昼賀野、名峰。私はスキー嫌いだから温泉に入ってたけど、パパのお仕事が大変だった時はお金のかからない遊びをしてたのよね。それにしても春日井って公園多いわね。広々と使えるし、ただで使えるから春日井って少し地味だなって。確かに歩いていけるところにレジャー施設やショッピングモールはないけど、どこにでものんびりがある、あそこ行こうかが叶えられる、そんなところが好きだな。ほー、横浜、千葉、流山、埼玉にはな、負ける気がしねえんだよ。川崎一番だ、伊藤、あー、川崎市の川崎というと皆さん何を連想しますか。大体この辺ですか、あるんですけども、川崎は非常に前向きな町なんです。そしてそういうイメージがありますが、実は川崎は実は文化的にね、非常にこう高い町なんですね。川崎の夜って怖いな、お嬢さん、いいっすね。よく言われます。川崎はね、先ほどあったように犯罪、軽犯罪の発生率が実は高かった。住みたい街ランキングで、急上昇、上位になっているというのが武蔵小杉です。もうこの数年で一気に、トップ10のランク外から一気にトップ10の上位になっているというのが武蔵小杉です。こんにちは、チーム千葉市です。ようこそ千葉市。カソリ貝塚で生まれた千葉市のゆるキャラクターカソリーヌです。どうぞよろしくお願いします。千葉市は立地がリッチなんです。そう、千葉市は立地がリッチ1位。懸垂型モノレールとして世界最長であるとギネスに認定。2位。グッドデザイン賞の受賞。3。地球6周分もの実装が可能などなど、多くの自慢があるんです。移動するとき電車とモノレールだけでは不便ですよね。千葉市は他市と比べてみても平坦な道が多く、快適に過ごせるということがわかりますね。千葉市動物公園にはレッサーパンダの風太くんをはじめ多くの動物がいます。カソリ貝塚は国の特別史跡に指定され、国内としては全国初です。特にコスプレイヤーなどが多く集まるニコニコ町会議には、室蘭市の総人口の約2倍もの人がこの幕張を訪れます。このような大型イベントを身近に感じられるのも幕張ならではですよ。皆さんこんにちは。本日は Code for Japan サミット2021ということで、こちらのセッション一つやらせていただきます。シビックパワーバトル、その愛は本物かということで、昨年2020年9月に初めての全国大会を開催いたしました。こちら Code for Japan Summit 2020の
中で開催いたしました。で、はい、その際参加いただいたのは神奈川県の川崎市さん、和歌山県のすさみ町さん、愛知県の日進市さん、愛知県の半田市さん、この4つの自治体の皆様から参加をいただきました。いずれも非常に個性豊かなですね、地元愛にあふれるとても素晴らしいバトルが開催されました。この全国大会に至るまでに、様々なバトルというものを我々行ってまいりました。シビックパワーバトル全国大会への道ということで、今日は解説をさせていただきたいと思いますが、私はシビックパワーアライアンス実行委員会のメンバーであります、土屋と申します。どうぞよろしくお願いいたします。このシビックパワーアライアンスとは何なのかと、いうことですけども、このシビックパワーバトルというものを全国に広げまして、円滑な運営の支援ですとかクオリティの確保、ブランディングを推進しておるものでございます。第1回シビックパワーバトル、こちらが2017年に開催されましたけども、その時の事務局を起点としてこの趣旨に賛同するメンバーの皆様で構成をしております。メンバーの紹介です。今のところですね、6名で運営をやっております。で、一番左上、川尻和歌子、千葉県の流山市役所に勤務しております。で、このシビックパワーバトルの生みの親ということでやっております。で、私、土屋と井上、佐賀県に住んでおられます牛島、で、川崎市に住んでおられます小俣。そして、前回ですね、全国大会の時に参戦されました、和歌山県すさみ町の、メンバーとして参戦されました小林さんというこの6名のメンバーで、今後の、バトルシビックパワーアライアンスということでやっていきたいというふうに考えています。このセッションでお伝えしたいこととしましては3点ございます。で、このシビックパワーバトルというのはそもそも何なのかということ、で、このシビックパワーバトルの開催の仕方について、で、最後に、シビックパワーバトルによる市民のワークショップの開催方法について、ちょこっとだけ触れていきたいというふうに思っています。まず第一に、このシビックパワーバトルとは一体何なのかということについてです。こちらですね、まあ、皆様よくよくご存知のことかと思いますけども、まあ、いわゆる街づくりですね、まあ、市民の皆様が住んでいる街、この、街づくりというものが戦後のですね、黎明期から、経済成長を伴って、まあ、成熟期を迎えて、まあ、今後減少期に向かうという中で、まあ、従来のですね、いわゆる人口増加、低人口というところから、まあ、人口維持減少期というところに突入していく中で、この街づくりも、まあ、ハード中心からソフトが重要な時期に差し掛かっているというふうに捉えていて、で、そんな中でですね、全国の自治体の皆様では、いわゆる町の魅力というものを広く発信していくために様々な取り組みを行っておられるというふうに思います。で、近年ですね、市民の皆様が町を愛する気持ち、これはシビックプライドというふうに呼んでいますけども、こういったものが重要だというふうにも言われています。で、ただ、現状では、やはり各自治体でバラバラに取り組んでいたりですとか、市民不在で自治体だけで魅力の発信を進めておられたりですとか、まあ、そこにかかっているコストやですね、労力に見合う効果が上がっているんだろうかという、まあ、そういうような指摘なども受けているのではないかといったこともですね、課題としてあるのではないかというふうに、思っております。で、そこでですね、今まで埋もれていた、または知らなかったっていうような町の魅力というものをオープンデータを活用しながら発掘し、地域の魅力発信につなげていけないかということを考えています。で、これを市民や団体、企業の皆様とともに行い、同じような悩みを抱えている、まあ、いくつかの自治体の皆さんで集まる中で、新たな魅力発信の仕組み作りをしていきたいということが、このシビックパワーバトルの、発想の起点となってございます。住民の皆さんが自らの住む町の魅力をプレゼンでバトルをし合うという、まあ、こういう手法をですね、考案したということでございます。で、このバトルを通じて、どんな世界になっていったら行くのが望ましいのかなというのをですね、まあ、ビジョンとしてまとめてみました。
まず左側にありますような、いわゆる地域プレイヤー、まあ、市民や市民団体、企業や教育機関など、まあ、様々な方々がおられます。で、こういった方々が、自らですね、町の魅力を発見したり、まあ、自ら発信をしていくという活動。で、これと、行政の皆様、まあ、いわゆるシティプロモーションですとか、魅力を発信する、まあ、そういう役割を負っている武力の方々がですね、参画、まあ、競争することによって、市の魅力というものを発信していくというようなことを実現できるといいのかなというふうに思っています。で、これをですね、個別の一つの自治体の中だけでやるのではなくて、他の行政の方々とも連携をすることで、他の地域の事例を知ることができると。で、その比較をすることによって、自分たちの町っていうのは、実はこういう魅力もあるんじゃないのかなということ、その魅力を発見することにつながるのではないかなというふうに思います。で、さらにこのバトルを通じてですね、他の行政との連携による魅力の補完ですとか、そういったことも可能でになるのかなというふうに思います。で、こういったことをですね、たくさんの地域で広げていくことで、まあ、より有効なシティプロモーションというのをやっていけないかというふうに我々考えております。で、このこだわりなんですけども、単なる町単独でのプレゼンテーションをするということではなくて、行政間の連携による、いわゆる地域間でこう戦いの場みたいなものを演出していきたいというふうに思います。なんとなくですね、うちの町はこうだよ、うちの町はこういうところはいいんだよということを、それぞれ個別個別に発信していくという、これは今までたくさんやられていることかと思いますけども、もっとですね、他の地域との比較というのをしながら、その町の良さというのを発掘していくということができるんではないかなというふうに思っています。で、二つ目にですね、こちらオープンデータを活用したプロモーションということです。まあ、なんとなくこう、印象としてこういうのがいいんだよですとか、気持ちとしてこう、うちの街がいいからこう来てくださいというような、その気持ちは確かにあるんですけども、まあ、それをいかにですね、エビデンスといいますか、証拠、確証を持って、伝えられるか。で、これをまあオープンデータとして、公表しながら、活用にプロモーションに活用していけないかということを、こだわりの2つ目として置いております。で、3つ目ですね、行政の皆様と市民団体や企業が、まあ、共同することでこのまちづくりの競争につなげていくということを、3点目に置いております。まあ、その行政の皆様が単独でこう伝えるということではなくて、このバトルを通じて市民や団体や企業の皆さんと、まあ、共同通ずる。で、その共同を通じて、まあ、市民の皆さんですが、団体の皆様が、まあ、うちの町っていうのはこういうところがいいところなんだということをですね、腹に落としていただいた上で、で、その町づくりというところに、より関わっていただけるということ、そのバトルその場も大事なんですけども、そのバトルの場に参加したことを通じて、何らかのその地域での活動といったこと、そういったことにつなげていくのではないのかなというふうに考えています。で、このシビックパワーバトルなんですけども、政府 CIO ポータルの方にですね、オープンデータ100選ということで、このオープンデータを活用した、イベント、いわゆるアクティビティ部門というところに採択されました。これはですね、まあ、2017年からの取り組み、まあ、いくつかやっているんですけども、データの馴染みのない人でも参加ができ、で、オープンデータへの興味と理解を促していくことができますということを、ご理解いただいた結果なのかなというふうに思っています。で、こちらのサイトはですね、9月1日にデジタル庁が発足したということで、まあ、そのデジタル庁発足以降もオープンデータの活用といったことは、より強力に推進していくということですので、まあ、そういったですね、デジタル関連の施策とも関連しながら進めていくことができるのではないのかなというふうに考えています。さて、この中で一体どんなことが行われているのかということを紹介させていただきます。で、これはシビックパワーバトルのですね、開催にあたって、自分の街っていうのは一体どんな魅力があるんだろうかなということを、まあ、発掘する、まあ、こういうワークショップなんかを、開催した様子です。
普段ですね、あんまりこう町のことなんて意識したことがないような、まあ、いわゆる学生の方々ですね、まあ、こういった方々でも参加しながら、まあ、興味を持ってですね、町の良さっていうのはこういうことなんじゃないかということを考えるということにつなげることが、できております。まあ、その中でですね、市民の皆さんがそのままにこう感じる、この貴重な魅力というものが広がってきます。まあ、なんとなくですね、まあ、町のその魅力といったもの、例えばウェブサイトなんかでこう表示しているかと思うんですけども、まあ、そういう市の公式のものとして、自治体公式のものとして出しているものをですね、改めてこう噛み砕いてみて、それってこう市民の方にとって本当に自分たちの魅力に思ってるんだろうかということを捉え直して、その発信していく、で、その種になるようなものというのがですね、生まれてくるのかなというふうに思います。でここに参加いただいた自治体の皆様の感想として、あ、こういうことも実は魅力として感じているんだなということが分かったという中で、実はこういう話、こういう要素というのが市民の方にとっては大事と思っているんだなという、そういう気づきにもつながったといったような声も聞いております。でこういうことを通じてですね、データをどのように使っていくかということを、一緒に考える中で、市民のデータのリテラシーというものが、どんどん高まってくるということ。で、さらにですね、その町の魅力を発掘していくことを通じて、この地域愛というものがどんどん深まっていくというのがですね、このバトルワークショップを通じて体感することができています。で、この辺なかなか伝えづらいんですけども、やってみないとわからないというところも、多分にありまして、でこの実践的なワークショップを通じて深まっていく市民の皆様のシビックプライドといったもの、こういったものを体験していただけるのではないのかなというふうに考えています。さらにこのバトルを通じて自分たちの地域への地域愛が高まるのと同時に、そのバトルに参加した他の地域への理解や関心、興味が高まるといったこともこのバトルの特徴として挙げられます。でお互いに戦った、切磋琢磨した経験からですね、最後に、バトルの最後にこのような形でお互いに立て合う、そういったメッセージを伝え合うことで、お互いの町に対する興味が高まり、仲良くなったり、さらにはその町に行きたくなるといったようなことも、このバトルの価値ではないかなというふうに思っています。はい。で、このシークパーバトル、どういうふうに開催していけばいいの、どういうふうにしたら参戦できるのといったことについて、この後ご説明させていただきます。で実施方法には大きく、3通りあるかなというふうに捉えています。まず1つ目はですね、我々シビックパワーアライアンス実行委員会というところが、開催する全国大会にエントリーするというものが1つで、2つ目にですね、複数の自治体の皆様で協力して共同で開催するといったようなもので、これがこれまでのですね、事例としては非常に多いものでして、で例えば一つ目のやり方として、有志の自治体同士で共同で開催するといったやり方がございます。でこれまでの例としては、関東の5つの自治体で行った2017年の事例で、2018年に行った大阪での事例、2020年に行いました愛知県での事例など、こういったところがございます。で2つ目にですね、既存のいわゆる自治体間のこう協議会みたいなものがあったりします。もしくは広域連合といったようなもの、こういったところのプログラムとして開催するという可能性もございます。で例えばですけども、オープンガバメント推進協議会という、約10の自治体間で、構成されている、協議会でのイベントで活用いただいたりですとか、あとはこの長野県と、愛知県、岐阜県をまたがる遠州南信地域連携ビジョン推進会議といったところ、ここでの、年に1回のフォーラムのイベントとして活用いただいたといったような事例もございます。で3つ目はですね、これは比較的大きめの自治体でないとですね、難しいところかもしれませんけども、単独の自治体の中で開催するといったもの、特に政令指定都市とか、いわゆる、自治体内の区ですね、これがいくつかあるようなところなどではできるのではないのかなというふうに、考えています。例えば、千葉市の6区。
での対抗戦ですとか、川崎市の中の南北対決ですとか、こういったような事例がございます。で、このそれぞれの大会ですね、どんなふうに開催されていったのかということについて紹介をさせていただきますと、まず1つ目、関東大会、これは2017年の事例でございます。横浜市、川崎市、埼玉市、千葉市、そして流山市というですね、4つの政令指定都市と、1つの、通常の市でですね、バトルをやったというものがございます。で、この中ではテーマとして遊ぶ、働く、住む。で、それぞれのテーマについて、働くならうちがいい、遊ぶならうちがいいよ、で、住むならやっぱりうちがいいよといったような3つのプレゼンテーションのテーマを設定して、でそれぞれの自治体から PR をしていただいたというものでございます。でこちら2018年に開催しました大阪夏の陣というもの、こちらは奈良県生駒市、大阪府の枚方市、兵庫県の尼崎市、兵庫県の神戸市、京都府京都市の左京区というこの5つの自治体で、合同で開催されました。でテーマとしては2つ設定されていまして、1つ目の共通テーマとしては暮らすというもので、もう1つ自由選択テーマとして輝く、つながる、おもろいというもの、この中から1つ選んで、PR をしていただくというような形式で開催をいたしました。関西らしいのはですね、やはりこのおもろいというものがですね、あるというのが非常に関西らしいところかなというふうに思います。で3つ目、こちらど真ん中、愛知大会です。こちら2019年に、開催されたものでございます。で参加されたのは愛知県の春日井市、半田市、日進市、この3つの、自治体が連携して、開催されました。で共通テーマとして女性の活躍というものを据えられまして、でもう1つ選択テーマとして住みやすさ、遊び、働くと、この3つのテーマの中から1つ選択をして PR をするというようなバトルが開催されました。この共通テーマの女性の活躍というところはですね、比較的愛知県、この女性の進出というのが遅れているというようなイメージがあるよう で、その女性の活躍しやすい、している、そういう自治体のですね、紹介というのを中心に据えられたのが非常に特徴的かなというふうに思いました。でその他ですね、自主開催イベントということで、千葉市の6区での対抗、千葉市の中には、こういった6つの区がありますので、その区ごとの特徴を発揮していくというような形で開催したものですとか、川崎市の中の南北対決というものですとか、であとはオープンガバメント推進協議会ですね。でこちら、約10の、自治体通して、これは距離は離れているんですけども、それぞれの特徴をですね、発表し合うという、こういうイベントを、開催されたということでございます。で、この複数の自治体でですね、共同開催する場合に、じゃあどんな手順でやっていったらいいのといったようなお問い合わせいただくので、ちょっとご紹介をさせていただくと、これはあくまでイメージなんですけども、だいたい1年前ぐらいからですね、どちらかの自治体の職員の方にですね、構想をいただいて、で複数、最低2箇所、他のどっかの1つのですね、自治体の方と、共同でこういうバトルをやっていきましょうというような、持ちかけをしていただいて、でその開催事務局というものをまず設置されますと。でそれから10ヶ月前ぐらいからですね、その開催事務局の方が中心になって、で他の自治体の方々に声掛けをしていきます。で、例えば2つでしたら、もうちょっとこう増やしてですね、こう3つから5つぐらいの自治体の皆様と、こうバトルをすると、そういうイベントやっていこうということで、参加自治体をこう募っていきます。で大体6ヶ月前ぐらいにですね、この参戦自治体の皆様による会合を行いまして、でその中でバトルのテーマや開催方法などを検討していただくということ、で並行してそれぞれの自治体の中でこのバトルに参戦する市民や市民団体の方々というのを募集いただくということになります。
だいたい4ヶ月前ぐらいに参戦自治体の方による会合2回目を開催しまして、でこの中でその審査員の方であるとか進行案、まあ、こういったものを検討されたりですとか、あとバトルの審査方法といったものを検討いただきます。でまたその裏でですね、各自治体において市民の方々のワークショップを開催して、でそこでプレゼンをどういうふうに作っていったらいいのかという方法を習得していくというような段階でございます。で2ヶ月ぐらい前になりましたら、まあ、また会合など開催いたしまして、バトルの開催概要を公表して、で当日の視聴者の方を募っていくという段階に入ります。でさらにですね、やっぱりこう当日バトルということなので、こう参加した方がちょっと面白がっていただけるような、そういう仕掛けをですね作っていくような段階となります。例えばその動画ですね、こう打ち負けないぞといったようなあのプロモーションのための動画を作っていくというようなこともこの頃からあの行っていきます。で2週間前からですね、バトルに参戦する市民の方々による、まあ、プレゼンテーションですね、こちらの案をそれぞれ固めていただいて、でさらに当日の質疑内容といったものを調整していきます。でこの質疑内容というところがポイントでして、まあ、バトルということですので、まあ、お互いにですね、そうこうプロモーションしているけど、それって実際裏はどうなのとか、なんかそういう質問をですね、お互い投げかけ合って、で その質問に対してこうどういうふうに答えるかというですね、まあ、こういう様子も、まあ、一種の審査の、要素として加えていただくというのはいいんじゃないのかなというふうに考えています。で当日バトルを開催しまして、でその後事後なんですけども、これは、まあ、オープンデータを活用したイベントということになりますので、まあ、ここで紹介されたバトルの内容ですか結果ですとか、まあ、こういったものをですねオープンデータとして原則公開していくということで、それを今後のですねさまざまなプロモーションに生かしていくというようなことを、原則とさせていただいています。でこちらもよく聞かれるんですけど、開催いくらぐらいかかるのということなんですけども、まあ、イベントですので、そのイベントの会場費で、最近ちょっとオンラインで開催するといったことも可能ですので、まあ、そのオンラインの場合はオンラインツールの費用といったようなもので、あとですね、まあ、盛り上げのための参加団体への商品のようなもの、これは例えば参加自治体の皆様で産品を用いるとかですね、ちょっとそういったようなこともやっても面白いのかなというふうに思います。で3つ目に、あの審査員や、司会者の方への、まあ、謝礼ですとか、まあ、交通費とかいったものでございます。で4つ目に、このワークショップですね、この事前に開催するというふうになった場合は、その、際の講師の方ですとか、まあ、交通費ですとか、こういったようなものが、かかってきます。で5つ目 そのイベントの告知のための費用、例えばこのイベント、こういうイベント開催するよというホームページをですね作成するですとか、あのチラシを作るですとか、まあ、そういったようなことが考えられます。で最後ですね、当日の動画の撮影ですとか、あとそれをアーカイブしていくための費用ですとか、特にこのバトルの開催にあたってメディアやインフルエンサーの方々を巻き込むというのは非常に有効な手段だと思います。このイベント自体がシティプロモーションということでありますので、このイベント自体をさまざまな媒体ですとか、まあ、SNS ですとか、そういったところに、書いていただくことによって、その地域の、情報というのを世の中に知らしめるための方法として活用していただけるのも良いのではないでしょうか。はい。で、このシビックパワーボトルによる市民のワークショップ、これをですね、どんなふうに進めているのかということについても紹介をさせていただきます。でこのワークショップによって得られるものとしては、まあ、より有効なシティプロモーションというものを行うことができるというのが特徴の一つ。で、二つ目の特徴としてましては、このオープンデータの利活用というものが体験できるということ。やっぱりこうオープンデータ使っていかなきゃねという話はあるんですけども、じゃあ実際どう使っていくのかということで、もうこのバトルのですね、プロモーションに使うというものもですね、可能性として非常に有効な使い方ではないのかなというふうに考えています。で、3つ目、シビックプライドの醸成を図ることができるというもの。これは本当にこの考えていく、ワークショップを積み重ねていく中で、あ、実はこういういいところがうちの町にはあるんだということをですね、知ることで、あ、実は結構いい町だったんだなということに、まあ、気づく。で、そういう中で、だんだんシビックプライドが高まっていくというような効果が期待できると思います。で、4つ目にですね、町を愛する住民との競争が体験できるということ。で、これはバトルを通じて
もそうなんですけども、バトルが終わった後にですね、まあ、実はうちの町ってこういうところがいいところだから、じゃあもっとこういうふうにしていったら、自分たちの住む町はいいような、より良くなっていくんじゃないのかなという、そういうふうに思っていただいた住民の方とですね、まあ、新しい取り組みを進めるといった、なんかそういったようなことも可能性としてあるのかなというふうに思います。まあ、いわゆるこのシティプロモーションの理論といったものを、まあ、実践して、実践をする中でその意義を感じ取ることができるのではないのかなというふうに考えています。で、例えばですね、このオープンガバメント推進協議会の加盟自治体による学生対決というものが2019年に開催されました。で、こちらの様子をですね、ちょっと紹介をさせていただきます。で、例えば奈良市さんの場合、これはあのワークショップを通じてですね、まあ、高校生の皆さんが発掘されたうちの市の、奈良市の良さといったようなものでございます。まあ、例えば国宝指定数は日本史、これは、まあ、皆さんイメージの通りです。で、他にもですね、男性の喫煙率が実は低かったですとか、その自殺者数が実は低かった、これは市民の満足度、幸せ度につながっているのかなというふうにも思います。で、あと面白かったのは、奈良市にはかき氷の専門店がすごくたくさんあって、まあ、こういったところに行くのが非常に楽しみだといったような話がありました。で、こういったものですね、実は地域の魅力の一つとして、発掘されたものですし、プロモーションできるようなものの一つとして、参考になったといったような、ご意見もいただいています。で、続いて、静岡県の浜松市ですね。こちらの非常に面白いプレゼンテーションをしておられまして、この手書きでですね、かなり、充実したですね、面白いものを作っておられました。例えばガーベラの出荷量みたいなものですね。これが実は日本一だったりですとか、あとはその左下、光電子倍増、やはりものづくりの街ということで、世界でもシェアが大きいといったようなことを、発見されたりですとか、あとですね、これはこけしですかね、織物ですね。はい。そういったものの、産地としても、まあ、有名であるといったようなこと。まあ、やはりこの、工業都市というようなイメージがあるんですけども、まあ、それだけではなくて、その牡蠣ですとか、こういう伝統工芸品ですとか、そういったものの良さみたいなものもあるんじゃないかなというふうに、捉えられたということが、特徴として捉えられるかなというふうに思います。で、最後、こちら、福岡市さんですね。こちらの大学生の皆さんが、発表されたものです。博多美人というような言葉がございますけども、実は美人が多い町といったことでですね、非常に説得力の高いプレゼンテーションをされました。まあ、コンサート、いわゆるこう芸能人が多いといったようなことですとか、まあ、その女性1万人あたりのヨガ教室の数みたいなところで、まあ、比較をされたりですとか、まあ、いわゆるネイルサロンですとか、エステティックサロンですとか、まあ、こういったような美を磨くような要素が福岡市には非常に多いよということを、まあ、見つけられてですね、アピールされたということでございます。はい。こういうですね、プレゼンテーション、それぞれの地域で、かなり高校生、まあ、大学生、高学生の方でも、充実したものをですね、作っておられますけども、もうこのプレゼンテーションの作り方には一種の型があるんじゃないかなというふうに思います。で、これ我々全国でですね、ちょっと紹介をさせていただいています。で、大きく6段階、ございます。まず最初にこの地域の魅力を発掘していくということ。で、次にその地域の魅力の要素を整理するということ。で、その3つ目にその要素を実証するデータ。まあ、これをオープンデータを中心として探していくということ。で、そのデータをですね、他の地域と比較をしてみる中で、本当の魅力って何だろうかなというのを、こう、繰り返し繰り返し、考えていくこと。で、その中で言葉を洗練させていくことで、地域の優位性というのがだんだん見えてくるというような、サイクルを、が、非常に有効かなというふうに考えています。で、この魅力がですね、整理がされましたら、それからシンプルなストーリーを考えて、で、それをさらにプレゼンテーションにまとめていくといったようなことをですね、こういったふうにつながっていくのかなというふうに思います。はい。まず第一に、地域の魅力を発掘していくということ。これは魅力といったときにですね、これはバトルのテーマにもよります。例えばこの住むみたいなことをテーマにした場合、じゃあその誰にとってその町は住みやすいのかというようなことをまず考えていきます。で、子供にとって住みやすいだったり、女性にとって、男性にとって、まあ、学生にとってですとか、シニアに
の皆様にとってですとか、さまざまな方々にとっての住みやすいというものはそれぞれ違います。でそれぞれの方々の価値観や生活スタイルによって、この、街はこういうところがいいんじゃないかというようなですねイメージを持っていただくということです。どこか特定の方に絞っても OK なので、例えば先ほどの福岡市の場合であればもうその女性にとってみたいなことでですね特定をしていただくのでもいいのかなというふうに思います。でその方にとってどんなふうにどんな住みやすさを提供しているのかなということを、整理していきます。例えばその安全で住みやすいですとか、これ住んでて楽しいよねということであるとか、その気持ちよく住むであるとか、いろんな要素があります。で、その、そういった住みやすさ、住んでいての心地よさにどんな要素が関わってくるのかなということを発掘していくというのが最初の段階です。付箋などを使いまして、そのワークショップに参加されている市民の方一人一人からこんなところがいいところだよという、ものをですね、たくさん挙げていただきます。で、挙げていくとですね、やっぱりこう、数のたくさん集まるところですとか、そんなに出てこないようなところですか、いろいろありますので、そういったものをこう、カテゴライズしてですね、整理をしていくということでございます。で、この中から、こう、全体を見てみてですね、やっぱりこれがいいよね、というようなものをですね、例えば投票をしていただいて、でうちのチームではやっぱりこの辺が住みやすさに一番効いてくるので、使って住みやすさに効いてくるんではないのかなという、そういう仮説を持っていただくというのがまず最初の段階でございます。はい、次に、魅力の要素というものを整理していきます。この魅力を構成する要素同士の関係性をまとめてテーマと関係をですね、構造化していきます。これ何言ってるかというと、先ほどの、付箋でですね出てきたいわゆる魅力のアイデア種といったものの中で、比較的多く得票したものをですね、その例えば住むがテーマだったらその住みやすさと線でつないでいきます。で実は魅力と思っていても、それって本当に住みやすさ、住みたいということにの理由になってるんだろうかということをですね見直していきます。で同じその魅力の種になっているもの同士のいわゆる粒感ですね、粒感、この言葉の、描き方としてきちんと揃っているかどうかというのを、確認していきます。でいくつかある魅力っていうのは実はまとめられないかなといったことを考えたりですとか、もっと別の言い方があるんではないのかなというような目線で、整理をしていきます。でさらにですね、その魅力はどうしてこの地域で生まれたんだろうかというその背景を考えていくということも有効です。で地理的な環境であったり、歴史的な経緯であったり、文化的な背景であったり、そういったものを考えてみるということ。でさらにですね、その魅力をより強く感じそうなのは誰なんだろうかということを考えていくことで、その魅力の描き方というのがだんだん見えてくるのかなというふうに思います。これ絵にしてみるとこういったことですね。例えば一番上、住みたくなるということで、これをですね、例えば高校生にとってというふうに考えたときに、魅力を構成する要素として例えば5つありましたねと。気候や食べ物、景色、工業、そしてあと福祉という、こういう5つの言葉に揃えていきます。でそれぞれを、がですね、実現している理由みたいなものって一体どういうことなのかなと。例えばその井戸ですとか、太平洋側にあってとか、自然の港があってですとか、そういったようなですね、理由からこういったことの、関係性をですね、うまく整理していくというようなことをしていく中で、じゃあこの魅力っていうのは端的に言うとどういうことなんだろうかというのを、まとめていくことができると思います。で気候がいいというのは、例えば年降比が、年較差が小さいから住みたくなるですとか、景色がいいというのはどういうことなのかというのは、景色が良い場所が多いから住みたくなるではないかというようなことでございます。でこうして編み出されてきた魅力の要素というのを、客観的な数字で、定量的に表現していくというのが、このシビックパワーバトルの、肝となっています。でまずはですね、オープンデータに当たって、
でですね、そのアイデアを、出していきます。でどういうふうにしたらその魅力をですね、うまく表現できるかというアイデアを考えていきます。でポイントはですね、先入観を捨ててできるだけ数字だけに注目するということ。あとはですね、町の特性が分かるような、まあ、ざっくりとしたデータでいいです。そんなに厳密なものということではなくても、その PR に使えるような程度のデータであれば良いかなというふうに思います。で、また時系列や比率などいろんな切り口で捉えてみるということも有効です。まあ、比較的小さな自治体ですと、ちょっとこういったデータ不利になったりすることもあるんですけども、例えば人口1人当たりで比較してみるですとか、あと過去の伸び率、過去からの伸び率ですとか、そういったようなことで比較をしてみると、新しい視点が見えてくるかもしれません。で、またですね、狭い地域やニッチな視点でも、例えばこの辺りのエリア、地域の中でこの辺りのエリアに限って言えばですとか、他の地域にはないようなニッチな視点というようなものを捉えて、見つけていくといったようなことも有効なんではないのかなというふうに思って、これをですね、次に大事になってくるのは他の地域と比較をしてみるということです。はい、ここで、オープンデータについてですけども、まあ、オープンデータのこの定義を振り返ってみますと、まあ、自由に使えて再利用もでき、かつ誰でも再配布できるようなデータのことを、まあ、一般にオープンデータと呼んでいます。で中にはですね、一部作者のクレジットを残すですとか、同じ条件で配布することですとか、利用条件があるものもありますけども、こういったものを広く捉えるとオープンデータというふうに捉えることができます。でこれは行政の方々が発信しているオープンデータ、市や県、総務省統計局や各省庁のウェブサイト、または議会での報告資料ですとか、まあ、他にもですね、イラストですとか、そういったものも広くオープンデータとして公開されているものがございます。でこれ以外にもですね、民間企業で出されている、オープンデータ、これは調査やアンケート結果などといったようなもの。であとはですね、学術関係のオープンデータ、科学や人文関連の研究結果など、こういったものもですね、参照しながら、このバトルでは使うことが。で、このデータをですね、集めてみましたら、それは今度ですね、他の地域と比べて優位性があるのかどうかというのを比較していきます。で他の地域の同じデータをですね、ちょっと取っていくということです。で、これもできれば日本一のものであればいいんですけども、そんなにそれぞれの市でですね、日本一たくさんあるわけではないので、まあ、これはバトルの相手より優位性があれば OK です。で、これはまたですね、データの使い方によって、このマイナスのイメージがあっても、こう意外と悪くないみたいな、そういう説明の仕方もありなんじゃないのかなというふうに考えます。例えばですけども、この神奈川県川崎市というところ、まあ、あまり良くないんではないのかなみたいなイメージがあったりするようなんですけども、実はよく見ると、その、刑法の犯罪のこう認知件数みたいなもの、この認知率みたいなものはですね、近隣の自治体に比べてそんなに悪くないよみたいなことが、オープンデータの結果分かったりですとか、まあ、例えばこの千葉県流山市というところ、あんまりこう、知らない方もいらっしゃるかもしれませんけども、まあ、大人がですね、遊ぶ場所なんてないんじゃないのみたいなことをですね、言われたりするんですけども、実は市内にいなくても近隣の市にはあったりするみたいなことが、まあ、このデータの結果でですね、プロモーションのアピールのポイントとして分かってくるみたいなこともあったりします。まあ、こういったことをですね、市民の皆さんの対話を通じて生み出されてくるというのが、このシビックバーバトルの特徴の一つでもあったりします。で、こうしてですね、他の地域に比べて、まあ、こういうところがうちの町の強みなんじゃないのかなというのが見えてきましたら、で、それをもとにシンプルなストーリーを考えていきます。まあ、プレゼンテーションそんなに長い時間やるわけではないので、まあ、数分程度に絞って考えていくとしたときに、まず住みたいと思ってほしいのは一体誰なんだろうか。で、この具体的な人をイメージしてですね、その人に対して語っていくようなつもりで考えていくことがまず大事です。で、次に大事な魅力、先ほどまで整理をしてきた魅力をコンパクトに伝えていきます。例えばうちの町の魅力はいくつあってですね、で、それはこういうことですと。いうようなことを説明していきます。で、それぞれの魅力について、その魅力を表現するデータというものを簡潔に整理をしていきます。
で、その並べていきまして、最後に締めの言葉で、こういう街の要素があるので、私たちはこういう街が好きなんです、ですとか、まあ、こういう街に来てですね、何々をこう一緒にやっていきましょうですとか、なんかそういったようなですね、PR したいような言葉というのを最後に埋めていくということを、していただくと、非常にコンパクトでシンプルな分かりやすいストーリーになっていくのかなというふうに思います。で、そこまでストーリーがですね、まあ、言葉としてできてきましたら、それからプレゼンテーションにまとめていきます。結構そのパワーポイントや、そういうスライドを作り始めるときにですね、いきなり最初プレゼンテーションから作るっていうのはなかなか難しいので、まあ、これまでのストーリーを、まあ、組み立てた上で、プレゼンテーションに落としていくと非常にやりやすいなというふうに思います。はい、最初にタイトルや自己紹介といったものを入れていただいて、でその次に、その街についてイメージしてもらいやすいように、他の、聞いておられる方々はですね、その街のこと全然知らないみたいなことも、まあ、イメージしてですね、まあ、図やグラフや表や写真など、こういったものを活用してパッと分かりやすいような形で紹介をしていけるといいのかなというふうに。このスライドですね、基本的にはプロジェクターで映写をして、それを皆さんで見るといったような形になりますので、あまり情報を詰め込んでしまうと辛くなってくるので、詰め込みすぎず、分かってもらいたい点をポンポンと文字で抜き出して整理をしていくといったようなことが有効です。で、最後に時間内に印象に残る話し方というのを練習していくといいかもしれません。で、他にもこれまでのシビックパワーバトルのですね、開催結果ですとか、でその時に撮影された動画の様子、動画、その時に撮影されたプレゼンテーションの様子、動画は、こちら YouTube に掲載しておりますので、ぜひご興味がありましたらご覧いただければというふうに思います。はい、その愛は本物か、シビックパワーバトル、実行委員会であります、シビックパワーアライアンス実行委員会の、土屋からご紹介をさせていただきました。で、うちの町でもやってみたいですとか、私もこんなイベントあったら出てみたいといったようなお話がございましたら、こちらのメールアドレスまでお気軽にご連絡いただければと思います。以上となります。ご清聴どうもありがとうございました。